はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにね、激キモ罠をご紹介したくてですね、皆さんこれご存知でしょうか。暴君の自暴自棄、まあ暴君系の永続トラップって大体激キモカードが多いんですけど、これまあちょっと永続トラップなんか決めるのないかなと思って探してたら、なんかこのカードが僕見つかりまして、これちょっとテキスト読んでほしいんですけど、トークン以外の自分のフィールドの通常モンスター2体をリリースしないと発動ができないっていうかなり重い条件のカードで、このカードは魔法トラップゾーンに存在する限りお互いに効果モンスターを召喚、特殊召喚できない。これ書いてることやばくないですか書いてることやばくないですか。これお互いに効果モンスターを特殊召喚できないってかなり終わってて、まあ、虚無空間みたいなもんなんですよ、実質現代遊戯王においては。これをですね、今日はね、ドヤ顔で発動していきたくて、デッキ組んできました。で、このカード、書いてることめっちゃ強いんだけど、その弱点というか、まあ、難点というかデメリットみたいなのがあって、このトークン以外の通常モンスター2体をリリースするっていう、これがね、マジで重いんですよね。で、まあ、こういう永続系のトラップカードって、やっぱ先行の相手のスタンバイフェイスとかドローフェイスにパカられないとあんま意味ないから、なんでちょっと永続トラップのこの僕の自暴自棄を、相手のドローフェーズ、スタンバイフェーズでパカれるように通常モンスター2体をね、特殊召喚する方法として今回採用してきたのが、ブルーアイズデッキです。やっぱ通常モンスターで、かつこれ要は僕の自暴自棄って通常モンスターだったら特殊召喚できるから、通常モンスターが出せればめちゃくちゃ強いじゃないですか。自分だけめっちゃそのブルーアイズでぶん殴り続けるみたいなことできるから、だからこれを軸に今回は考えてます。で、ブルーアイズを特殊召喚する方法っていうのはいくつかあって、まあ、真の光ですね、まず。真の光、手札墓地からブルーアイズを特殊召喚。あとは、ま、太古の白石とか、まあ、それから、まあ、墓地に落としてから死者蘇生とか、復活の福音みたいなカードでもいいんだけど、まあ、いろんなカードで、あとジアンデッドヴァンパイアとかね、ああいうのでもいいから、まあ、とりあえずブルーアイズを出力する。ここに。しかも2体。だから1体目を、ホワイトオブエンシェントの効果で、蘇生して、で、2体目を、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンを、こう、真の光とかで蘇生するような、まあ、死者蘇生とかでもいいけど、まあ、そんな感じの動きを今回は想定してます。で、コンボパーツとして、やっぱ、自暴自棄をセットした上で、通常モンスターを2体特殊召喚しなきゃいけないっていうことで、まあ、基本的にはコンボパーツクソ多いんですね。で、まあ、なんとかそのギミックを成立させるために何が一番相性がいいかなと思った結果、やっぱ、ブルーアイズを墓地に落としてから蘇生する用意ができるホルスっていうギミックと、あとホルスって3枚ドローができるからコンボパーツもトップシェアとかで持ってきやすいし、あと手札コストとして、ホワイトオブエンシェントを切れるんで、まあ、いろんな意味でホルスがめちゃくちゃ相性いいなと思ったんですよね。あとジアンデッドヴァンパイアからの強引にブルーアイズ蘇生とかもできるし、あとスキドレも貼れるし、だからまあスキドレと自暴自棄をまあセットしてしまえばまあ勝ちかなって思ったんで、今回はこのうんこみたいな、永続トラップカードを全力で活躍させていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。うわー、このホルスデッキだったらめちゃくちゃ強かったな。ホルスデッキだったらめっちゃ強かった。ただちょっとこれあんまりだな。いやー、これやばいことしていい。これ一発や絶対あれマジ行為していいよね。最強カード、ホルス界最強カード今捨てましたよ俺。来たけども、来たけどもだな。これうららはなさそうなチェーンでしたね。ってことは一応これ王の棺とかでバンバン落としていったらワンチャンあるな。トップシェアちょっとこれやってる暇ねえか。ドゥアムテフで、王の棺で、まあ、とりあえずいっぱいぶち込むしかないんですよね。これトップシェアやってる暇ねえな、マジ。まあ、一応オーブの石器か。はい。まあ、あと1枚落としてえな、できれば。あと1枚落としたいけど、まあ、でもあと1枚落としたいけど、さすがにトップシェアか。まあ、これ無限紅葉だけ、ほんとやめてほしい。マジで。てかね、ほんとにね、あ、やっぱね、通常モンスターを2体、その先行で並べつつ、開始のターンのリソースも用意しつつ、をやるのめっちゃむずいのよ。なんかなんもなさそうじゃない？これちょっと一回トップシェア打っていい？で、デッキトップに置くのは、これホワイトオブエンシェントの方がいいか。一応。
一応ホワイトベンシェンとよくわからないカードを置いていく、マジで謎のカードを置いていく、なんでそれ置いたみたいな話ありますからね、これ。はい。で、これ一回ブルーアイズ置いたでしょ。いや、でもこれブルーアイズコストにできたのきっちいな、これ。これ真の光引いても意味ないやん。ジャイアントレーナー爆誕させる。で、ジャイアントレーナー効果起動。はい。で、ハーピー。で、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンを特殊召喚するための弾を墓地に送って弾墓地送る。ほんで一回ジャイアントレーナー行くでしょ。でドゥアムテフを、ああちょっとマジでワンチャンある。これブルーアイズ引いたらワンチャンない、これマジで。あ、引いた。え、これいったんじゃない、これ。これいったんちゃうか、これ。これいっただろ、これいったわ。皆さん、やりました。やっと決まった話。めちゃくちゃ時間かかった。これいけるわ、これマジで。これマジでいける。で、セット。で、セット。で、エンドフェイズ、太鼓、蘇生で、真の光で、ブルーアイズ蘇生。あ、いける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 。いける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 。一応いける。で、ホワイトオブ、レジェンド効果で、ブルーアイズ爆誕して、OK。で、これでですね、一旦ドロフェ真の光打つでしょ。で、真の光効果発動する。で、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンを特殊召喚。よし、いけ。暴君の自暴自棄を発動、通常モンスターを2体リリースし。おい、俺たち、効果モンスターなしで勝負しようぜ。あ、みかん、これ。お互いに効果モンスターを召喚。特殊召喚できないから、その大姫のみかんことかいう可愛いカード、これ特殊召喚できませんよ。アラベスクもだから打てないです。まあ装備はできますけど、アラベスク打って、じゃあ怪獣もできないです。はい、サンダーザキングなんていうモンスターを出せません、効果モンスターなんで。あら、みかんこのアラベスクは使いません。効果モンスターですよね、みかんこって。と通常モンスターで勝負しません、一旦。お互いにやっぱ正々堂々通常モンスターの打点で勝負するのってやっぱ男気感じると思うんですよね。なんで効果モンスターちょっとなしでいきましょう。はい。あ、一応セットして反転召喚はできます、一応。モロハの剣、え、2000以上の戦闘ダメージを受けた場合にこのカード墓地を送る、装備も打点が2000。ああ、はいはい、これあれですね、だから怪獣みかんこみたいな一件ですね、これね。はい、ラバコかなんか握ってたら、これ絶対ラバコ系モンスター握ってる説結構あるな。まあ一旦真の光使うか、手札墓地からブルーアイズホワイトドラゴンも特殊召喚、キュイーオッケー。で、バトルフェーズ入ります。バトル行け。相手のモンスターは王の棺によって墓地を送られる。デクレラーディバイナー、なるほど。行け、ブルーアイズホワイトドラゴンでアタック。あ、これ順番逆だった。あ、そうなるの。あ、え、あ、そうなるの。最悪、うわ、最悪。ちょっとミスった。ミスった。やばい。ちょっと、あ、そうなるのこれ。あ、モロハの剣ってちゃうやつが殴ってもこうなるの。やばい。順番逆やし、装備外れるし、最悪や。ちょっと助けてくれ。助けてくれ。意味わかんないプレミした。ちょっと待って待って待って、マジで。いや、でもさすがに何もできんこれ。あ、そうだよね。あ、ブルー。ありがとう、ブルーアイズ。暴君の暴言きすぎだろ。暴君の暴言きすぎだろ、マジで。あ、これ暴君の暴言、はい、どうの棺からのワンドロー入れていく。なんもないのかお前、殺すぞ。なんもないとか甘いでしょ。竜の霊廟、あ、これね、もうブルーアイズ2体出るから、これいってるね、これ普通に。ブルーアイズホワイトドラゴン墓地送りつつ、霊廟の効果って強いよね、やっぱブルーアイズ2体供給できるからね、真の光込みでいけば。これかなりでかい。で、王の棺爆発させる。これもうコンボパーツ揃ってっから、このまんまなんか全てのカード、なんかニビルとかもなんか全部無限保養とかも全部ケアして、これでエンドでいいかもしんないね。これでこうしといて、で、セットセットセットで最後あるもんね。で、エンドフェイズちょ、うららだけ、まあ多分ないと思うんですけど、やめていただいて、で、ブルーアイズホワイトドラゴン
特殊召喚。よし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 。で相手ドロフェに動きます。相手ドロフェイズ真の光の効果を発動。真の光の効果により手札墓地からブルーアイズホワイトドラゴン、すごいぞかっこいいぞを特殊召喚。そして、即座にリリース、暴君の暴言発動。効果モンスターのみでよろしくお願いします。あ、効果モンスターのみじゃない、通常モンスターのみでよろしくお願いします。トレードインどうぞ。通常モンスターのみでね、あのやっぱ男らしく、デュエルしましょう。効果モンスターってやっぱ悪だと思うんですよね。トレードインしすぎ。ブラックホールドラゴン入ってる草、ブラックホールいくら打ってもいいよ。まあ、ブラックホールはいくら打ってもいいです。まあ、無限にブルーアイズは蘇ってくるっていうことだけは言っておく。アラバゴとか入ってるわ。まあ、そうだ。あ。あ。待って。迫真のゼロ妨害。ブラックホールドラゴンそれで出てくるの強っ。あかん、ちょ反動めちゃくちゃ強かったのに、暴君の暴言プラススキルドレインとかいうガチでヤバいこと起こしたのに、ちくしょわし許さんからな、許さんぞ絶対に。